ちゅうねおたっきーです。ここのところね、ニコン F3 だの、キャノンニューF1だの、フラッグシップカメラのね、情報ばっかり流しておりまして、まあ、今回はね、久しぶりにね、レンジファインダーカメラ、ちょっと、オールドなね、クラシックなレンジファインダーカメラを取り上げることになりました。まあ、再生回数かなり伸びないと思うんですけども、まあまあ、F3 とかね、ニューF1をやってたんで、ちょっと派手な動画がついてたんでね。で、今日紹介するのはこのカメラです。はい。はい、ペットリンの F2 ですね。これね、ジャンクで仕入れたんですけどもね、なかなかいい写りしました。結構ね、評判がいいカメラというわけではないんですがね。まあ、写りは良かったんですけど、結構謎だらけのカメラということで、面白いカメラであることは間違いないですね。はい、それでは動画スタートして参ります。今回紹介するこのペトリ F2 なんですけどね。まあ、ペトリっていうのは愛称みたいで、栗林写真工業という、会社が製造しておったみたいですね。まあ、今、ペトリ、栗林写真工業はもうない会社なんですけども、で、名前の F2 っていうのはどうやら開放 F 値みたいですね。レンズがね、開放F 値が F2 になってます。栗林ペトリオリコール、45mmF2 というレンズがついております。これ非常にね、美しい仕上がり、のレンズになりますね。何かのコピーなのかわかんない。構成がちょっとね、わかんないんですけどね、その辺のデータはちょっと出てきませんでしたが、まあ、ズミクロンだの、あの辺、ゾナーだの、あの辺のコピーになってくるんじゃないかな。まあ、焦点距離とね、明るさからしてね。で、ファインダーがね、すごくね、かっこいいファインダーになってます。これね、ミラー式、前面にミラーが入ってるんですけど、これはね、その距離計を連動するためにね、ペトリとしては特徴的な構造になって、グリーン色っていう話なんですけどもね、私、実は緑が見えないんで、グリーンかどうかわかんないんですけど、で、こんなね、ピカピカ光ったファインダーなんですけどね、視認性は悪くはないです。悪くはないです。良くもないです。ファインダーちっちゃいね、これすごいファインダー。ちっちゃいんですよね。もうそこがね、ちょっと撮りにくかったんですが、もうデザインは非常にかっこよくてね、見た目もいいですし、仕上がりもなかなかいいものになるんですよね。まあ、スプロケットもね、これ削り出しですしね、結構ね、凝った作りにはなっておりますね。もうすべてダイキャスト製でね、非常に重たいです。でね、シャッタースピードはマックスで500分の1、500分の1から1秒、バルブまでということなんですが、非常に特徴的なのがね、距離計表示がフィートなんですね。なんでだって、発売時期はね、昭和57年とか、昭和60年とかいう、ごめんなさい、1957年だ。か1960年、昭和35年前後って言われてるんですが、はっきりしたね、情報にはたどり着けませんでした。でね、まあ、露出系も何も装備されていない、まあ、フルマニュアルカメラになりますね。35mm フルサイズです。まあね、レンズはね、F2 ということで結構明るいですし、もしかしたら映りいいんじゃないかなと思ってね、期待しながらね、今回はね、ケントメア400で撮ってきたんですね。試写用のフィルムはね、ちょっとだいぶね、減少してまして、新しくフィルム買おうにもね、ちょっとお金が今のところないんでね、バリバリの試写用のフィルムが残り少ないということで、400のフィルムで撮ってきたんですけど、400のフィルムである意味正解だったかもしれないですけどね、まあ、500スピードはね、マックスで500ということで、まあ、日中だったらね、400のフィルムだったら11まで絞んなきゃいけないですね。45mm のレンズで11まで絞ったら、まあ、被写界深度もクソもない、パンフォーカスに近いような写真には、なっていくんですが、まあ、どんなね、その、ケントミア400でね、どんな写真が撮れたのかね、ここからはね、このペトリ F2 で撮った、写真、モノクロのね、ケントミア400で撮った写真の作例紹介になってまいります。はい、作例を紹介してまいりますがね、まあ、大半がね、もうカンカン照りのね、暑い日差しの下でね、撮った夏の写真になっていくんですけどもね、
まあ見て、わかる通り解像度はもうバリバリですね。まあ絞ってるっていうこともあるんですが、それにしても映りはいいと思いますよ。ただ被写界深度がね、どのぼかしたらどんなかっていうのはね、確認できなかったのは痛いですが、ご覧のようにね、本当に解像度はバリバリです。で、この写真見ればわかるように強い光には、激しく弱いですね。結構レンズ頑張って磨いたんだけどな。まあ11まで絞ってるんでね、ボケが出た写真もまあご覧のようにボケは綺麗なものになりますね。開放付近のボケじゃないとちょっとレンズの特性はわからないんですけど、ここはちょっともうね、割愛、勘弁してください。もうこれしか撮れなかったんでね。まあ機械もこの撮るのにはいいレンズじゃないかなと思います。非常にシャープだと思いますね。まあ、400のフィルムで撮ったということでね、まあ眠たくなる傾向ではあると思うんですが、全然、そんなことはなく、非常にねシャープ、ディテールもしっかりした写りになると思います。はい、このねペトリ F2 なんですがね、まあ、結構な台数売れたみたいでね、ヤフオクテポとかでもね、バンバン出てます。で、動作確認品がね、1000円とかね、恐ろしく安い価格で出ております。まあ、フィート表示、まあ、距離計はフィート表示なんですが、一応20像合致式のね、レンジファインダーカメラになりますので、まあ、20像合致させてピント合わせればいいだけの話なんで、フィート表示は別に気にならないものと思いますね。まあ、そんな感じなんですが、まあ、この手のね、そのレンジファインダーカメラね、デザインが良くてね、写りが良かったら普通は高いものになっていくと思うんですけども、これは非常に安価に入手できると。で、動作確認品が1000円でね、出てるのがね、恐ろしく安価になってますんで、非常にいいんじゃないでしょうか。僕のはね、ジャンクで購入したんですけど、まあ、レンズはね、汚れてたんですけどね、ちゃんと、まあ、ご覧のようにね、シャッター全速、正常に切れてました。で、露出を見てもわかるようにね、500分の1の高速シャッターでも、ちゃんと精度が出てますね、これ。だいたいね、日中で500分の1のね、F11 で切ったんですよね。400のフィルムでね。それでね、これだけいい写真が撮れているということは、シャッタースピードの精度、露出の精度、バッチリ出てるんだと思います。もちろんね、露出系はありませんし、AE もありません。まあ、そんなカメラなんですがね、じっくり写真を撮るにはいいんじゃないでしょうか。ちょっとお遊び程度にね、買える値段ですしね。これちょっと注目してもいいんじゃないかと思います。見た目は非常にいいですし、もうね、重さもずっしりとくるものなんでね、所有満足度もいいと思いますよ。軍艦部もかっこいいですしね。その中でレンジファインダーカメラね、結構ね、よく映るものは高い印象があるんですね。特にね、そのキャノンの、なんだっけ、キャノネット G3 とかね、まあそういう、コニカの、コニカ 3A とか、まああの辺のね、デザイン、特にデザインが良くてね、映りがいいものは非常に高くなるんですが、これはね、非常に安く買えます。もう貧乏人の味方。みたいなカメラになっていくんじゃないですかね。はい、今日のねカメラ紹介こんな感じになるんですけどもね、このね動画果たしてどのぐらい再生されるのか、でこの動画を見てね買おうと思う人はどのぐらいいるのか、まあちょっとね、興味津々ということがあるんで、もしねこの動画を見てねペトリス、F2 を購入したという方はね、ぜひぜひね、コメントなり、ツイッター DM なりでねお知らせしていただければと思います。ちなみに購入する方に注意点、ここね、ペトリ F2 っていうねロゴがね貼ってあるんですけど、もうね接着剤が劣化しててポロッと取れます。落としてなくす前に、わざと外して、汎用接着剤とかで引っ付け直しましょう。僕もなくす寸前でした。もうそういうわけでね、まあ、古いカメラであることはあるんでね、50年ぐらい前の、カメラになりますんでね、不具合もね、多少は出ることは、あると思いますが、動作確認品をね、安い値段で買ってね、楽しんでみてはいかがでしょう。結構よく映ると思います。はい、今日のね、カメラ紹介の動画はここまで。ここからは作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターは山田くさんですね。お疲れ様です。山田くです。2回目ワクチンは誕生日に接種しちゃいましたが、幸い腕が痛くなっただけで熱、倦怠感は特に出なくて普通に過ごせました。羨ましいな。タイトルはね、火力発電所の夕暮れ。カメラ、キャノン A1、レンズ、キャノン FD50mmF1.8SC。フィルムコダックカラープラス200ということですね。で写真なんですけどもね、これやっぱりね、このレンズね、評判通りのね、良い写りするんですね。こんだけ強い光が入ってるにもかかわらずね、自然なね、描写に、なっておりますね。解像度はそこまで伸びてないので、まあまあ開けてる感じなのかな。まあ写りは良くなっております。色のもね、いい感じ。カラープラスの200の、色らしい写りになってます。はい、山田さんありがとうございます。次はね、時神さんですね。時神です。コロナ禍の中お仕事お疲れ様です。作品投稿に3枚、なんだっけ、組写真ですね。タイトル、夏の終わりの公園にて。1975年カメラ、ペンタックス K2 に、ネガカラフィルム、コダックマックスビューティー400を詰めて撮影。レンズは SMG ペンタックス M50mmF1.4 です。フィルムは13年前に使用期限切れになったもの。さすがコダック、問題なしです。っていうことですね。で、作品3枚さ、組写真ということですがね。確かにね、粒子も荒れておりませんしね、色こりもしてないように見えますね。13のうち。まあ、保存が良かったという可能性ももちろんあるんですが、良い描写になっておりますね。ペンタックス M のね、このレンズの描写も非常に良いです。2枚目はちょっと荒れてる感じかもしれませんけどね、いい色で写っております。はい、とっかみさんありがとうございます。次がね、ひでさんさんですね。ハンドルネームひでさんです。中年おたきさんこんばんは。毎回楽しく拝見しております。今年の遠くの夏は37度になったかと思うと、次の日21度ぐらいと、寒暖差激しく体調管理が大変でした。そんな遠くもやっと秋めいてきました。今回は秋の代表の花である、コスモスを中心に撮影してみました。カメラ、アサイペンタックス ES2、レンズ、オートヤシノン DS50mmF1.9、富岡光学製ですね。フィルムは富士カラー100。作品名はともに、コスモス2000でお願いしますということですね。フルマニュアル撮影です。どうぞよろしくお願いしますということで、1枚目と2枚目、いきますが、コスモスのね、後ろにね、青空、これ、ローアングルから撮ったものになりますが、もうちょっとね、被写体を大きく撮っても面白かったかもしれませんが、これはいい色が出ておりますね。非常にいい色。で、2枚目がね、すごい、ぐるぐるボケが発生しても、このレンズ、こんなにはっきりぐるぐるボケが発生するんですね。なかなか特徴的なボケになっております。これは美しいな。うん。なかなかですね。はい。ヒデさんさん、ありがとうございます。次にね、次は、リュウスケさんから2枚ですね。中年おたきさん、こんにちは。今回は作品投稿させていただきます。1枚目はフィルム写真。タイトルは、ヘノヘノモヘジ。カメラ、ニコン F3 ハイアイポイント。レンズ、カールツアイスプラナー 50mm、T50mm。F1.4ZF。フィルムは、富士カラー100。2枚目は、2020年にローマに旅行しに行った時のデジタル写真。タイトルが、ローマ・バチカン産ピエトロ広場の眺め。カメラ、オリンパスペン F。レンズ、オリンパス M 随行デジタル12-40F2.8Pro です。このご時世行くことが難しくなった海外旅行ですが、コロナパンデミックが落ち着いた後にまたどこか海外に遊びに行きたいと思っています。早くコロナウイルスいなくなれってことなんですけどね、作品なんですが、1枚目なんですけど、これね、どこで撮ったんですかね、これなんかオブジェですね、ヘノヘノモヘジのね、その和紙に描いた感じがね、すごいディテールが出ていて、まあさすがプラナーだなっていう感じの写りになっておりますね、光も素晴らしいです。で2枚目なんですけどね、デジタル写真ね、オリンパスペン F でズームレンズということなんですけどもね、まあオリンパスペン F って言ったら確かマイクロフォーサーズですよね。非常に良い写りになってますね。立体感もあります。マイクロフォーサーズで風景写真。パンフォーカスを得やすいということもあってね、いいんだと思いますね。これね、なかなかだと思います。はい、リュウスケさんありがとうございます。次はね、一都市九さんの作品、2枚ですね。タイトル1枚目が順調。2枚目が親子の様かな。カメラはね、オリンパス OM10。
随行 50mmF1.4 ケントメアパン400で撮られておりますね。で1枚目からいきますが、これね順調ということなんです。これは皮肉ですね。工事が全然進んでない、タイトルが面白いって感じですね。全然順調じゃねえぞみたいな。で2枚目がこれ面白い写真になってます。でっかいねロードローラーとちっちゃいロードローラーでね、まあ親子のようでということですね。ただね相変わらず現像液は、荒れてますね。かなり現像粒子が出ております。現像時間はもうちょっと縮めてもいいような気がしますが、どうでしょうか。現像液かな、なかなかちょっと、難しいところではありますね。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで。皆さん投稿ありがとうございました。ここからね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、俺のカメラのコーナー、突然3名からね投稿がドドンと来たんですが、ちょっと投稿にばらつきがあるので一人ずつ紹介していこうと思います。今日はね、ももちゃさんの俺のカメラ。おたきさんこんばんは。いつも楽しく拝見しております。ランクルももちゃです。最近なかなかライブに参加できず、いつもアーカイブで楽しんでいます。それにしても最近特に盛り上がっていませんか。一視聴者としてもとても嬉しいです。ありがとうございます。さて今回俺のカメラの応募します。私が考える究極の機械式カメラ、それがニコン F2 です。それもアイレベルファインダー、機能もそうですが、このスタイルの美しさはどのカメラもかなわないのではないでしょうか。シンプル、そしてビューティフル、使ってよし眺めてもよし、最高の、フルメカ一眼レフ。年を取るとますます良さが分かるカメラだと思います。 F2 はアイレベルって人多いですよね。これからも応援してますよって、ありがとうございます。でカメラの写真なんですがね、これモノクロでね、まあ、非常にねディテールが出てる、良い写真になっておりますね。このニコン F2 のアイレベルですけどね、もう希少価値も相まってね、ものすごい高値になっていると思います。これね状態も非常に良いですね。僕の F2 はね、まあ、F2 フォトミックですけど、安く仕入れたんでね、まああの いきさつをご存知の方はたくさん、僕の動画を見てる方たくさんいらっしゃいますけどね、ライブ中にね落札したというねカメラではありましたが、今もね元気にねフィルムを詰めて撮影しておりますが、これ非常にね、状態の良いニコン F2、アイレベル、大切にねしてくださいね。まあおそらくメンテナンスすればね永久に使えるカメラだと思います。まあ、メンテナンスする職人がいつまでいるかというあれもありますが、まあ、僕らが生きてる間はいるでしょう。ももちゃさん投稿ありがとうございました。ここからはねやったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー。今回もね、津山ののりさん、結構ね、頻繁に登場しておりますが、お疲れ様です。津山ののりです。またまたやったのコーナーに投稿。先月末からジャンクあさりで不運続きで SR1 は文鎮化、 C35 入札では破れ、運もついえたかと落ち込んでいたら北村カメラのジャンクコーナーで思わぬ幸運が転がり込んできました。なんとコンタックス139クォーツ1台、露出系稼働、カールツアイス、バリオゾナ F480-200、カビ曇りなしバリモン、カールツアイスマクロプラナ、28mm 単焦点 100mm 後玉、外にカビあるも除去成功1本、カールツアイス2本、テレコンレンズ1本少し曇りあり、全て前後キャップ付き、キヤノン EOS 50D1 台、綺麗な状態で電池さえ入れてやれば動きそうな状態、キヤノンマクロレンズ EF102.8 1本、カビなしバリモン前後キャップ付き、コシナレンズ28210F3.5 から 5.6 マクロ付き、カビ曇りなしの1本、 MC の表記あるのでミノル対応か、計7点を各500円、税込み3850円で仕入れてきました。え、嘘え、マジで。それぞれ持ってない機種ばかりだ、出会いだったのでめっちゃ嬉しかったです。それにしてもカールツアイスレンズのバリモンがこんな値段で手に入るとは夢見てる。いや、これ夢でしょ、これは夢でしょ、ということで、写真なんですけど、どうも夢じゃないみたいですね。これはすごいな。桁間違えてるよ、絶対これ。いや、
いや、EF100 マクロも500円ではないでしょ。ありえない。まあ、最後のね、ズームレンズね、だけはちょっと、まあ、もしかしたら安いのかもしれないけど、これね、ヤシカコンタックスマウントですね。YC になってるんで、ヤシカコンタックスマウントだと思いますよ。一番最後のやつ。YC ですよね。うん。ヤシカコンタックスじゃないけど、コンタックスにつきませんかね、これ。このズームレンズ。そんなわけでね、つやはなのりさん、おめでとうございます。これは、ちょっと、空前絶後のお買い物でしたね。ちょっとありえない。転売ヤーが、その場にいたら飛んで跳ねて喜ぶ内容ですが、転売ヤーに渡らず本当に良かったです。津山ののりさんね、存分にお楽しみください。今日の動画はね、こんな感じで終わっていきます。レンジファインダーカメラがね、結構好きでね、もっともっとやりたいんですが、あまり伸びないんですよね、再生がね。再生が伸びないんで、まあ、一眼レフカメラをね、扱っていくことが多くなっていくんですけどね、次回はね、おそらくペンタックス SFX にね、50mm のね、ペンタックスの、あ、蚊が飛んでる、50mm のね、M の、1.7 のレンズでね、撮影してきました。今回はね、結構ね、充電式の 2CR5 のテストとかも兼ねてまして、充実した撮影になってますが、いつちょっと動画撮影できるかわかんないですけどね、次は多分その内容になっていくと思います。こうご期待っていう感じですね。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。レンジファインダーカメラね、安く手に入るものも、ありますのでね、ぜひね、購入してね、チャレンジして、見てはいかがでしょうか。本当に楽しいですよ、レンジファインダー。じっくり写真を撮るのに向いてます。でね、高評価、コメントの方ね、どしどし、募集しております。コメント全然返す暇くなくて困ってるんですが、まあ、なんとか頑張って返していこうと思ってるんでね、ぜひね、コメントの方お願いします。高評価もポチッと押すだけなんでね、今すぐ押していただければと思います。で、チャンネル登録の方ね、月100人ペースで増えていっております。この調子だと今年中に5000名はちょっと難しい感じになっていますが、頑張ってね、5000名を目指してね、やっていっておりますので、また応援していただければと思います。ライブも好調ですのでね、ライブもまた皆様ご参加くださいませ。はい、それでは、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。